極小内径 6.00mm がエアロスを抑えパワーを伝達使えたり、あの M9A1 用の長さなんですよ。だいぶ長いけど多分このぐらいの位置関係になるんだろう。お、86.8 じゃん。なるほど、これはだいぶ効果がありますね。今日の動画はねこれです。じゃん、東京マルイのね、対象年齢18歳以上用のガスブローバッグエアソフトガン、グロック 18C。 今日何しようかっていうとこれです。じゃん、ナインボール、まあライラックスのパワーバレルですね。極小内径 6.00mm がエアロスを抑えパワーを伝達使えてありますね。こいつを使っていこうと思います。でこれ M9A1 用の長さなんですよ。で M9A1 ってあのアウターバレルとの干渉を防ぐためにこうバレルに水を切ってあって、ここにオーリング使うんですけど、まあそれはそれとしてあのチャンバー周り同じなんでね、これを利用してどんな感じになるかっていうのをやっていこうと思います。長さがね 114.4mm になってます。で、これがグロック 18C でアウターバレルを変えてあるんですよね。逆ネジのサイレンサーを取り付けられるタイプに。でそうするとどうなるかっていうと、インナーバレルを若干延長することができるんですよ。これが純正のアウターバレルですね。こうやって比べるともう 1.5 センチぐらいはバレルが延長されてるんで、確か純正でインナーバレルの長さが97ミリぐらいだったはずなんですよ。 1.7 ミリぐらいこれ延長、もしかしたらちょっとはみ出るかもしれないけど、ギリギリ面ぐらいの位置に収まるんじゃないかとは思うんですけど。でリコイルスプリングは前回ちょっとサードパーティー製のものを試したんですが、純正のものを使っていきます。こっちの方がダメージが少なさそうなんでこれ使っていきます。こんな感じですね、アウターバレルの長さの違いで。とりあえずバレルを出していきます。で純正から比べるとだいぶ長さ違うね。うん、このぐらいで、アウターバレルの長さの差がこんなもんなんで、まあ面だろうね。うん、見えて嫌だよって人はちょっとやらない方がいいかもしれないけど、ちょっと前に動画にした機密取りの方法ですね。この高粘度特殊グリスとシールテープを使ってね、機密を取りながら組んでいこうと思います。こんな感じ。はい、おー、まあまあまあ収まってまあいますね。うん、ホールド、おお、いいじゃん。ホールドオープンしてもとりあえずこんな感じなんで、なんとかギリギリ収まってる感があります。5ミリぐらいは奥に入ってるからこんなもんなのかなってとこですけどね。とりあえず装着完了です。10発打ってインターバル10発打つみたいな感じで20発で測っていきます。外気温はね 25.3 度、マガジンの温度が30度ですね。うん、ガスは東京マルイのガンパワーですね。 BB 弾はギャロップの成分解バイオ 0.2g を使っていきます。じゃあ早速打っていきます。お、86.8 じゃん。なるほど、これはだいぶ効果がありますね。 82.28という初速になりました。83前後の初速ですね。これあれじゃないですか、このバレルの長さのガスブロハンドガンにしてはかなりいい成績だと思うんですよね。サイクルもちょっと気になるんで測っていきます。リコイルスプリングはノーマルのリコイルスプリングを使っていきます。はい、1431rpm と、まあリコイルスプリングノーマルでこのサイクルが出りゃ十分じゃねえかななんて測るたんびにね、いつも違う数字が出ますが、こんな感じになってます。レーザーサイトつけて軽くゼロインしてあります。あんまり正確じゃないかもしれないけどね。なんでこれでセミオートでまず打っていきます。よし、じゃあ打っていきましょう。ちょっとね、あの着弾点ずれてるかもしれないですけど、まあグルーピングを見ていくって感じでね、まずは真ん中狙って
だいぶずれるこの辺狙うというのは。うん、なるほど。おお、いいね。うん、ちょっとレーザーサイトより下に当たっちゃうのはご愛嬌として、これ今立てた膝に委託して打ってます。距離5メートルですね。うん、おお、いいですね。おお、うん、いいね。リコイルで暴れるレーザーサイトのね、焦点若干レーザーサイトより左下に当たるのかな。うん、ああいいですよ。ずっと打ってられるねこれ。うん、こんな感じです。あのグルーピングはね、まあ変わらず非常にいいのかなという状態です。はい、じゃあね、ターゲットを変えてきたんで、今度はセレクターをフロートにして打っていこうと思います。まあ相変わらず膝に委託した状態でとりあえずは打ちますけど、やっていきます。ワンマガジン打てるかな。ちょっとマガジン冷えちゃったんでね、まあ打ってみましょう。指切りで 2,3 回打ってって感じかな。やっていきます。あ、いいね。うん、打ち切ってみようか。うん、途中マガジンが冷えちゃったけど、こんな感じです。だいぶ面白いです、レーザーサイトつける。はい、いかがだったですか。うん、初速も伸びるし、命中精度はね、まあんま変わんないかな。長い距離でどうだろう。そうだな、何からいこう。まずじゃあ集計した数値から眺めていきますか。集計表見ていくと、もうね、なんだろう、全然初速で言うと全然変わりましたね。燃費は変わんないけど、平均で 83.61。 うん、これでいいんじゃないかな。もうなんて言うんですか、このクラスのっていうか、このアウターバレルの長さっていうか、この大きさのハンドガン、ガスブローバックハンドガンで、うん、80以上がコンスタントに出てればこれで十分かななんて思いますけどね。初速はサイクルね、リコイルスプリングガイドとリコイルスプリングをノーマルの状態で1431とか、まあ、1500近くが出たりする時もあるんで、僕はこれで使っていこうと思ってます。悟空製のねスプリングガイドを入れた時に1600以上とか出たんですけど、まあどうだろう、寿命が縮みそうな気がして、僕はちょっと遠慮してます。樹脂パーツの多い純正のリコイルスプリングガイドが好きだななんて思ってます。でグラフ眺めてもらえば、もうこれも適面です。うん、適面ですっていうか、段階的にね入れたパーツそのままやってるんで、初速で言うと20までいかないけど15、6平均で、もうちょっとかね、そのぐらいは上がるんで、もう十分だろうとね、こんな感じです。うん、で今回はね、このレーザーサイトをちょっとつけて軽くゼロインして、これねちょっとゼロイン調整幅が少ないんでそんなに合わないんですけど、まあ打ってみました。もうこれですよ、5メートルで20発以上打ったと思うんだけど、これならいいんじゃないかな。あのゼロインとの誤差があるんで、初めちょっと外しましたけど、そこからずっともうこんな感じです。うん、でフロートでさ、やっぱレーザーサイト使ってフロートで打つとバババババって暴れて面白いよね。うん、まあまあ膝を立てて膝に委託して打ったんで、サークルの中には収まってますね。こんな感じです。あ、ちょっとガスマガジンが冷えちゃってポポポポってなっちゃいましたけどね。そんな感じ。あとはこのライラックス、まあ9ボールのパワーバレル M9A1 用なんですけど、 114.4mm、 これちょっとちょうど良かったですね。もうツラツラです、このリコイルした状態で。うん、スライド前に出した状態でこんな感じ潜ってます。うん、スライドストップをかけてこんな感じです。うん、本当目立つの嫌だよって方はもうちょっと短い方がいいのかもしれないけど、
やっぱりね、このアウターバレルと、なんていうんですか、若干伸びた分ね、純正のアウターバレルを若干伸びた分で、いい感じに収まってくれました。グロック 18C こんな感じですかね、うん、でもやっぱりバレルの影響でかいね。このナイケ 6.00 っていうのは僕はあんまり好きじゃないんだけど、でもね、いいかもしれない。逆に言うと M9A1 用の純正のバレル入れるとね、もうちょっといい、なんて言うんだろう、初速は若干落ちるかもしれないけど、なんかいい感じになるんじゃないのなんて僕は思いますけどね。うん、この辺は好みです。 1.5 センチそのバレルが伸びただけでどのぐらい初速に影響するかわかんないですけど、まあタイトバレルにするのと合わせてやると結構な効果が出ましたよね、みたいな感じになってます。はい、こんな感じかな。うん、僕的にももうこれとてもいいです。あ、まあサプレッサーもつくしね。で、あとはもう性能を上げる的なカスタムはこの辺にしといて、あとは外観をねちょんちょんちょんといじっていって、ちょっとゴテゴテにしたしてみる動画でも作ってカスタム計画おしまいにしようかななんて考えてますね。ということで今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーしね、ちょうどよかったバレル、こんな感じです。